今ドイツのデュッセルドルフに住んでおります。今8年目ですね、プリンセスライフアカデミーというもう40代からもっとパートナーに溺愛されるそういったパートナーシップに特化したアカデミーと、あとは3ヶ月でオンリーワンのポジショニングを作って、誰とも競わずゆるっとエレガントに稼ぐプリンセス企業塾というのを主催しております。何かこう場所、よく言われている人生を変えるには環境を変えるか付き合う人を変えるかっていう、この2つがものすごく人生を変えられる2つのポイントっていうことが、面接の時にあなたは髪の毛を黒く染められますかって聞かれて、いや染めますって言って、女性は絶対に手に職だって思ってきたので、何か自分だけでも本当一人でも生きていけるものをずっと探して生きてきたので、これだっていう転職に出会えて本当に良かったなっていうのが、その頃35歳、6歳くらいの、まずね、ドイツ人の女性ってものすごい強いんです。で、絶対に社交辞令がないんですね。だからよく日本人って、また遊びに来てねとか、また会おうねって言っても、そのままそれっきりっていうことあるじゃないですか。でもドイツ人って絶対にないんですよ。また会おうねって言ったり、うちに遊びに来てねって言ってくれたら、それはもう本当 100% そのまま受け取ってよくて、私の性格にはもうぴったりなんですね。私もその日本女性を元気にするっていう意味では、やっぱり自己肯定感を上げるっていうことなんですよね。私にもできる、私だって大丈夫っていうね、私はダメだとか私にはできないではなくって、私にもできるっていうところから、私は愛されていいんだとか、私は稼いでいいんだっていうことを自分に許すっていうことがすごく大事だと思ってるんですね。なので豊かになっていいとか、愛されていいとか、本当わがままでいいし、ゆるっとゆるゆるでもいいっていう、私は全く完璧じゃないので、本当にいつも夫に甘えてばっかりで、そのままでいいんだっていうことなんですよね。男性は女性を喜ばせるためにいてくれるんですよ。絶対にこのままでは終わらせないと思ったんですよ。そういったやっぱり失敗とか、うまくいかなかったことをこうバネにできるかどうか、何クソって思ってもっとより良くしていこうって思えるかどうか、やっぱり悲しいこととか本当辛いことがあった時って、私の時は離婚っていうこともそうなんですけど、なんで私の人生にこんなことが起こるんだろうって、やっぱりすごくへこんだりしますよね。でも神様は絶対に乗り越えられない試練を与えないって思っているので、起こること、人生に起こること全て私にとって必要なことなんだって受け入れられた時に、なんか元気になれたりとか、やっぱりね、3秒前は過去っていうね、その3秒前起こったことはもう過ぎ去ったことだから、その過ぎ去ったことにしがみついていても、過去はまた戻ってくるっていうことはないので、もう生ゴミだと、捨てちゃえばいいんだっていう意味で、私はいつもそう思っています。生ゴミも腐っちゃうよとか、臭いよってことなんですドイツでね、生活しながらなんですけれども、今の2度目の夫と、夫から溺愛されながら、溺愛されながらこう稼ぐっていうか、なんか自分の夢をね、叶えられるような生き方ができたらいいなということで、プリンセスライフっていう名前を出ていますので、本当に自分はできる、自分は豊かになっていいっていうことを、本当に自分自身で許してもらって、で一緒にそういうライフスタイルを叶えられる方々を増やしていく活動ができたらいいなと考えていますので、ぜひゆるゆるなんですけど、ゆるっとエレガント、ゆるエレ女子会というのをやってますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。今日はどうも本当にドイツからありがとうございました。またぜひぜひ参加してください。よろしくお願いします。ヒデさんもぜひデュッセルドルフで待ってます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。さよなら。